皆様ごきげんよう、今月格闘家とのコラボ第4弾ということで。第4弾ええなぜですか？あれ、ヘズマリュウでしょ？ヘズマさんあと、カンナちゃんカンナちゃんラグラレアさん、ね、で、うん、今日は京口ひろとさんというボクシング世界チャンピオンですね、はいはい、の方とコラボが決まりまして、はい、まあなんかぜひコラボしたいってことをね言ってもらえたんで、うん、いやこれは光栄なことですね。光栄ですね。本当ですよ。なんか新しいボクシングという競技を体感したいなと思いまして、たくまがね打ち合わせしてくれてたんですけど、はい、まあ、今日軽くボクシングスポーをやらせてもらうっていう話になってます。僕たち YouTuber なんで、うん、そのまま行ってもなんか面白くないなっていうことで、まあその打ち合わせ俺知らんよと俺は総合のスパーリングに来ましたということでMMA ファイターですしね。そうです。ということでこのオープニング持ってきましたんで今日はもうジムに入った瞬間からカメラを回してもうガチっすよこれオープニングって聞いてたから今日撮影来たんですけど、本当はあれですよ、ボクシングシューズとかもね、はいはい、わざわざ買って、今日のために。わざわざ買ったの？そうですよ、初めて使いますから。だから本当はボクシングスパは、後からやるんですけど、うん、総合のスパリングに付き合ってくれるのかなって。あー、まあ、どういう対応をするのかなっていう。はいはい、まあ、結構失礼な態度してるわけよ。はいはい、タクマと俺喧嘩しますから、そこで。お前ちゃんと言ってないやん、みたいな。俺、ボクシングスパなんて聞いてないよ、みたいな。じゃあもうやってられんわ、みたいな。契約のムード出したときに、京口選手はどういう風な対応をしてくれるのかっていう。結構いい人そうだからな。京口さんめちゃくちゃいい人よ。ね、謙虚でね。だから僕のことをなんか語ってる動画みたいなのもちょっとちらっと見させてもらったんですけど、すごい謙虚な人でね。まあちょっと楽しみですね。あと、ボクシングの世界チャンピオンのテクニックってどんなもんなんだろう。でもなんか体格が俺の方が圧倒的に大きいよ。だから、普通のガチのスパーリングしたら俺が有利になっちゃうんで、うん、まあ、なんかマスでテクニックどっちが当ててるかみたいな戦いをねしてみようかなと思います。面白そうですね。じゃあ行ってみましょうか。はい、行きましょう。はい、着いたということで、はい、この3回らしいんでね、楽しみだな。ボクシングのマジで強い人とスパーリングするの初めてだな、うん、初めてだな。どんなもんなんかなっていう、なんか感覚的に見たい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、お願いします。靴はここで脱いでもらっていいんですけど、え、動ける格好に着替えるとかだったら上の更衣室で着替えます。そうですね、着替えますか。本当に一本見てます。じゃあサイン100枚くらい持ってっていい。いやいやいや、やめてください。ありがとうございます。着替えがここですか。そうですね。ちょっとサービスショットなんじゃない。あれ、ちょっと痩せた。今ね、74キロぐらいまで落としました。お前休ましたね、ちょっと引き締まってるよね、めちゃめちゃ。毎日練習してますからね。こちらです。ただ、酒も毎日飲んでますけど。毎日飲んでる。昨日もね、ワイン1本あげちゃいました。あら、俺、ビール好きじゃん。うん。だけど、ビールってさ、うん、高級店とか行くとさ、プレミアムモルツとか出してくるじゃん。ああ、そうだね。結局ね、朝日スーパードライが一番うまいって言われてたわ。いや、そうですよ、間違いなく。朝日スーパードライってマジでうまくない。うまいね。あの喉越し辛口でね。俺、朝日スーパードライの CM やりたいんだ。ああ、いいね。めっちゃうまく飲める自信ある。これ来るかもしれんな。こんがったらやばいでしょ。逆にCM 待ってますよ、僕普通にテレビの方もね、しかもテレビの方です。いやー、もうね、風呂上がりとかにさ、うん、飲んだらやばくない。汗かいてくるね、ちょっと。そう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 。夏とかのビールってマジで最高ですから。でもね、そのビールを風呂上がり飲んでしまったら終わりだなと思ってますから。でも飲んどるけど、その分動いてるから引き締まってんだよね。そうなんだ。よし、準備終わったんすか。準備終わったんです。よし、行きますか。お願いします。総合やったことあります。え、ないです。あ、やったことないです。総合はないです。え、え、いきなりできるんですか。総合のスパリングですか。え、総合のスパリングでしょ。ボクシングだ。ボクシングだ。え、俺総合だと思ってた。いや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 、総合やったことないし。俺総合って聞いてたんじゃない。ボクシング。いや、いけないでしょ。いや、思いっきり言った。でもボクシングローブとか持ってきてないし。貸してくれ、貸してくれ。ああ、一応貸せる分にはあります。ホンマですか。あ、いや、総合とか言っちゃってください。マジでやったことないんで。俺総合と思ってきたんだもん。靴ある？靴ない。総合だから。ああ。そうだ。ちょっと待って。あ、じゃあ1ラウンドずつやりますか。1ラウンドずつ。しょうがないですね。そうっすね。
あ、こっちはボクシング、あ、総合と持ってきて、総合のマジスパって聞いてた。ボクシング。と思って。びっくりして。それ以上にびっくりしてるんですよ。え、なんか、たくま、お前、なんか、ちゃんと撮ってないなかった？めっちゃした。やりました、めちゃめちゃ。だってタイムラインにさ、俺たちの、普通にスパーリングって書いてあったよ。ボクシングスパーリングって書いてなかったよ。あ、書いてなかったね。だそれはもう俺総合の選手だし、それはもう総合のスパーリングでしょみたいな思ってたんだよ。タクマもあれじゃない、分かるでしょぐらいな感じでさ、逆に簡単に略しちゃったんじゃない。あ、それはきついな。ボクシングとかやったことないですからね。そうよね、正直。それ以上に総合やったことないですけど。私に、私になと思ってたね。さすがに、まあ、しょうがないですよ。でもやるしかないです。あ、グローブ持ってますか？いや、持ってないです。あ、持ってないですか？これグローブなんですね。そうなんですよ、これが総合のグローブなんですよ。やばいっす。あ、いいこと考えちゃった俺。俺がこのグローブで、ボクシンググローブで対決するんですか？あー、これやば。全然違います。これで投げてるんですか？試合これです、これです。やば。完全に。でもこっちの方が揺れないんですよね、確か。ちょっと一回殴ってください。いやいやいや、一回殴ってください言うから。僕殴られるんですか？こう顎やった感じどうですか？普通のボクシンググローブ。あー、効きますね。でもえ、いや、これボクシンググローブの方が効くでしょ。いや、どうやろう。でもこれやったらこっちの方が効くかもしれないですね。天心君と思ってましたけど、なんかやっぱボクシンググローブの方が揺れるって言いました。質量が大きくなるんで、物理的には大きくなると思うんですけど。そうそうそう、これ痛いこれ。あー、なるほどね。こんなんで投げてるんですか？そうなんですよ。だから今日僕これでいけますんで。あー、ボクシング僕ボクシングでグローブ、こっち総合のグローブ。あれですね、すり抜けますね、ガード。そうです、だからあんまりガード意味ない。意味ないですよね。そうなんですよ。これはちょっと危ないですね。楽しみだ。すごいですね、ここで音が。いや、これなんか下のとこがなんか工事してて、やばいですね、これ。この広さ、さすがにもうやっぱ整ってますね。本当ですよ、すごいわ。だからリングがあるジムってだけですごいやる気出てくる。あ、試合だなって。リングないっすよ。ないっす、ないっす。あ、見ました、映像。僕は試合以来じゃやっぱリングなんで。ああ、そうです。すごいなんか楽しみなんです。めっちゃ煽られてるやん、こっち。バリ怖っ。やりますか、さすが。あ、やりますか。いや、でもこれやりますか。どうしたっけ。いや、何も聞いてへんから。目がガチかな。そりゃそうでしょ。これ何オンスだよ。2オンスぐらいじゃないですか。そうです、4オンスぐらいか。4、ガードは使いやすか。あ、まあまあ、じゃあ早速スパーリングの方でやっていこうかなと思うんですけど。どういうルールルール。だからこれのボクシング対決かな。じゃあそうだね、タックルの話。そうですね。あ、ルールは滝切のこのパンチのみだけど、つけてるこれ僕が、これって僕がボクシングの。そうですね、たまに切り出ちゃうかもしれない。癖で、癖で、それは。やっぱりボクシングの人ってこうなんか下にさ、こうやって避けるって言うじゃないですか。その時に膝とか入れちゃうかもしれない。こうなんか当たらすぎて、なんかそれで、あまりにも。もうなんか冗談と分かれへんです。笑いながら言ってるけど、ほんまなんちゃうか。いや、ほんとなんですけど。まあ、ちょっと蹴りは出さないです。あー、はい。よろしくお願いします。お願いします。いや、やばすぎやろ。あ、ベースはサウスポーなんですか。サウスポーです。でも右に構えてるんです、すみません。結構こう、右に構えても、ここからよく進めてます。あー、そうっすね。でも基本は、右利きなんですね。右利きで、右もできますけど、ね。だけど、サウスポーで、なんかあるんですよ。タックルしやすいとかあるんですよ。蹴りが左が強いんですよ。あと一回、日本打ち受けてもらいますか？パンチの方で。はい。蹴り受けてくれるんですか？いや、蹴りの割がないんで。いや天然すぎるでしょ、これ。やっぱグローブでやらない方がいいです。ボクシンググローブでやった方がいいです。いや、別にボクシンググローブでいいか。グローブで、はい。お、これですか？自分がちょっと使ってすみません、いいですか？はい。こんな紐あります？あ、すごいね。初めて見ました。長いやん。いつもマジックテープの使ってたんで。うん。あ、これ縛ってもらうんですか？そうそうそう。結構ガチガチにいくんだね。ガチガチいいね、これ。ボクシング習いたくなってきたな。もうどうしようか。マジですか？通う。通うかな、僕。いや、ボクシングテクニックをさ、いや、これここでスパーリングとかできるんですか？あ、できます、できます。マジで？はい。同じ階級ぐらいできます？階級は、同じぐらいはいないですけど、でも全然、67キロぐらいとか70キロ近くの方がいるんで。あ、そうそう、そっちは練習できるんですか？
はい、ありようかな、マジで。うん、いいんじゃない。ありがとうございます。うわ、長めです。薄いっすね、これ。なんかめっちゃ薄くないっすね。これ中音っす。いや、まあ、薄いですけど、あっちの方が全然薄いです。薄いっていうか、軽いっす。あっちの方がなんか、厚いっす。あ、このナックル部分が。はい、ちょっと怖いっす。リング入ったら、でかっ。お願いします。ちょっと待って、めっちゃ強い。いや、左上知ってやる。いや、めっちゃパンチあるね。やばっ。おっ。いや、じゃあいい準備ができたんで。やりますか。早速オープニングに変えて。こわっ。なんかめちゃめちゃ打ちやすいな、やっぱ。打ちやすい。やっぱうまいな。あ、受ける、受けるのがうまいのか。おお、見ましたよ。パンで叩きましたよ。いや、空気がそのが抜けやすいです。あー、そう。いやー、リング楽しいな。え、広さはこれ一緒くらいなの？ちょっと狭い。いやー、やっぱなんかリング入ると闘争心が湧き上がってくる。いやー、ほんと？じゃあ、行こう。はい、ということで、はい、検証結果、はい、やってくれましたね。おー、めっちゃだって。あー、優しいね。やっぱ優しいんだよ、優しいね。はい、どうぞ。これ買ったんですよ、今日のためにボクシングしっかりやるために。ちょっと一回カヌクーラーのボクシングスコア本当にやらせてもらうんですけど、いや僕ら体重重いんで、はい、本気でやるのはおかしいんで、軽く手を当てて。世界チャンプ違うわ。初めてドッキリかかりました。ところだけだったかな。全然違う。ああ、はいはい、理解しました。いやでも、無茶ぶりを聞いてくれんのかみたいな。そうです、そうです、そうです。いや、いい人ですね。いい人ですね、本当に。いい人なのは知ってましたけど、改めて、はい、いい人じゃない。総合グローブでやるなんてありえないですか。めちゃくちゃ言ってますから。間違いないね。それ乗ってくれました。やっぱり人間の血変えてました。めちゃくちゃ言ってるってことは理解してくれた。もちろん。そんなで長いだもん、おけがします。悪い顔しそうな話してる。本当にいい人だったっていう検証結果が出ました、はい、出ましたね。でちょっと軽くね、スパーリング全員にしてもらおうかな。はい、お願いします。これ音取れてからやったほうがいいかな。そうですね、無事には終わるらしいですよ、採用が。じゃあ、とりあえずちょっと僕の方も、はい、はい、すいません。焦ったわ、マジで。毎回このアップやってとかじゃないですよ。毎回パシッてやってる。気合い入れてるんじゃないですか、多分ね。泡を飲んでてください。結構なんかガチガチに締めるんですね。そうですね。ここ全部何時からですか。基本朝6時半で12時まで夜なんですけど、今このコロナのあれがあって時間は分けてやってる感じですね。12時マジで通いたいな。じゃあ、お願いします。じゃあ、行きますか。始め。
あのアッパーがめっちゃ独特、アッパーってあんま打たないんですよ日本に。結構僕がこう中に入れるタイミングとかでもゴンって打ってきてたんで、狙いですすごい踏み込めなかった。僕のパスはいや早い、マジでチャンプがめちゃくちゃ早い、はい、いやー今日アッパーがすごかった、すごいなやっぱり。すごいね、本当に。さすが世界チャンピオンです。わあ疲れた。総合の選手って違いました全然。そうですね、なんかボクサーって結構セオリーがあるんですよ、はい。こういう動きしたらこういうパンチ振ってくるなっていう選択肢が何個かあるんですけど、総合ってどの時でも対応しないとダメじゃないですか。はい、だからボクサーにないセオリーでこう対応してくるんで、アッパーとかでもああいうタイミングでブーンって振ってきたりしないんで、ボクシングにはないテンポとか、あとリングの追い方、僕は結構足使ってバーってやってるんですけど、結構素人の人とかあんまり分かってない人って相手を追うときついていくんですよ、こうロープに対して。だから逃げ道を塞ぐっていうよりも追っかける選手多いんで、そうなると結構こうロープ背負っちゃったりしちゃうんですけど、逃げ道を塞ぎながら追い方なんで、どういっても自分がロープに沿わされてるっていう、そのプレッシャーのかけ方はっていうのをすごい多分練習してっていうよりも、多分そのもう子供の頃からいろいろ培った経験でそういう起点かな、追い方が半端なかったです、プレッシャーがすごい。でジャブの打ち方はどっちかというと結構こういうジャブなんで、いいですね。モーションが大きかったりとかすると分かるんですけど、こういう構えから上からポンってこう、こういう感じの軌道のジャブって分かりにくいんですよ。そういうジャブの打ち方もしてたんで、難しい。すごかったな、やっぱ。うん、いや反応がやっぱすごいし、スピードがやばい。この機会に本当ね、俺もボクシングを覚えに教えてもらいに来ようかな。そうやってなんかボクシングでも結構興味あるみたいなこと言ってたから、いいかもしれないです。ぜひ。でもなんかその総合の人ってキックの人もそうなんですけど、ボクシングの打ち方で覚えちゃうと多分マイナスに当たることもあると思うんですよ。まあ、そうですね。だからそこはちょっと怖いなっていうのを思うんで、だからいいとこだけ吸収していく。そうですね、はい、多分そういう風に取り入れるとこは取り入れてっていう風に考える人だと思うんで、ね、すごいやっててなんか肉体派でどうのっていうのも考えながらやってるなっていうのはすごい賢いなと思いました、はい、格闘 IQ っていうんですか、すごい感じましたね。なんか上から目線で声になってからすごい何よりもこのプレッシャーの関係上からですよ、それ。いやいやいや、年齢も下ですし、一つ。いやいや、そんなことはないです。いや、すごい、僕も勉強になりました、ね、じゃあ、今日は、ね、なんかいきなり無茶ぶり行ってね、はい、すいませんでした。あ、そっか思い出した。そう、もう俺、ドッキリかけられてんねや。そうそうそう、ちょっと中間に対談が挟んじゃったね。あ、そうですね、僕の方のチャンネルで、はい、チャンネル、僕出演してるんで、今日はぜひ、トンネル見てください。あとあれですね、なんか一言いいですか、ちょっと、はい、あの素人の人とか、なんかスパーリングやれよとか、うん、あるじゃないですか、体格差とかもあるのに、はいはい、あいつやれよ、こいつやれよとかで分かってないと多くて、今日もそのドッキリかけたグローブの件でもありえないことなんで、そこだけ勘違いしてほしくないです。グローブあんな、ね、試合で使ってるちっちゃいやつなんかで絶対やっちゃダメです。もうやるんだったらほんまそれ当てちゃダメです、うん、そこだけ勘違いして、なんであいつビビってんのとか、そういう勘違いだけはされたくないなって圧倒的に見てる人多いんで。ただみんな知ってると思うんですよ。いや 100万人以上いる中の今のところカットで、じゃあねカットせんといて
K-1 とかでも出場してたキックボクサーの広谷選手とタイガ選手の兄弟とコラボが決まりまして、これからね、このジムにやってきてくれるんですけど、今日僕たちのやりたい企画は、なんかタイガ選手がライジンに来たじゃん。そこで、今日僕が総格闘技をタイガ選手に教えるっていう企画を伝えてます。なんだけど、そこで俺がありえない動きをたくさんしていったら、どこでタイガ選手が気づくのか。ありえない動き、そう、例えばもうこんなんやこういうのやって、もうこれ大事だから、総格闘技で大事だってって言ったら信じるやん。そんなどこで気づくのか。